どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はサイバー流のクリストロン紹介していきたいと思います。クリストロンなんですけど、動き見ていただいた方が分かりやすいと思うから割と割愛しますで、ちょっとだけ言っちゃうと、相手のターンにわちゃわちゃ動いて盤面荒らしていくっていうテーマです。で、このシュトリーとこのリオンっていうのが相手ターンにシンクロできるんですよ。で、まあ主に出していくのシュトリーかなって言ったところではあるんやけれども、まあそんな感じです。で、狡猾とかは結構割と踏んでもいいと思うんやけれども、なんて言うんだろうね、今後聖眼とかそういう墓所系のテーマっていうのが多分トーナメントとかだったらすごく多いと思うよね。で、そこに対して小伝いとかで振っちゃうと結構きついなっていう局面が多かったんよ。だからまあここ多く入れてるんやけど、でも墓所とかが少ないっていう状況なんだったらここ減らしてこことかバック干渉入れていいと思うっす。耐久力めっちゃあるっす、普通にっていう感じかなと思います。で、サイバー流にしてます。サイバー流はこいつグリオンガンドが攻撃力3000なんよ。プラスそれじゃワンキルできないよね。ワンキルできないテーマ基本あんま強くないっていうのが自分の中の持論があって、だからそのワンキルをするためのサイバー流奥義です。プラス1000できると、ワンキルになるんでね。で、そのためのコズミックサイクロン的な感じです。で、あともう一つあって、あのサイバー流奥義で出したプロスサイバードラゴンってシンクロ素材にはできないんやけど、こいつとかの効果でパーンって破壊してサーチできるんですよ。こういうシュトリーとかリオンとかを、で、その素材になるコストになるっていう意味でサイバー流は使えます。まあ動き方とかは見ていただきたいと思うので、解説しながらランク前やっていきます。はい、でやっていきましょう。これねめっちゃいいと思うんですよ。まずリサイクラー出して、リサイクラーは召喚時に遅れるんよ、機械族で。こいつ落とします。で、こいつは墓地からと手札から蘇生できるんやけど、蘇生した時の効果なかなか強くて、あー、どっちにしよっかな。まあこいつ切っとくか。こいつ切ってこいつ出すじゃないですか。で、蘇生時にこうやってパーンって1枚破壊するんですよ。で、自分自身破壊したら効果で破壊された時にこいつ出せるよね。こうやって好きなやつサーチできるんですよ。あ、リクルートできるんですよ。で、こいつの効果は表側1枚破壊してチューナーをサーチで、これ取ってくるのがシュトリーですよ。で、シュトリー守備で出して、で、ここセットのターンエンド、これで単回していいんですよ。で、まあここオンにしといて、ラグ見ますね。砂時計見ますね。砂時計チカチカするから速攻魔法持ってるっすね。だ、小ずさいとかが結構もうメインかな。あ、沼地ってことはもう小ずさいかもしれんけど、エネコンかもね。沼地いきなり来たってことは、おっと、1枚破壊剣集合か。そっちね。あ、そっちね、そっちね。はいはいはい、把握把握。1枚2枚でそこ融合。あ、ブラックパラディンか。おお、オッケー。で、一応狡猾ガメときますね。で、粉砕全然大丈夫なんよ。で、こっからが強いんやけど、まずシュトリー、ごめん、シュトリーは墓地の、こいつ除外してシンクロできるんですよ。機械族しか無理なんやけど、相手ターンのメインフェーズもしくはバトルフェーズにこうやってシンクロできます。で、このアメンボは特殊召喚成功時に相手の特殊召喚したモンスター全員守備表示にします。めっちゃ強くないですか、こいつの効果で。ターン返します。こっから今から強いことが起きるんやけど、まずあ、相撲がいいね。まあこれ DNA っぽい気もするんだが、とりあえずこいつ出すわ。こいつ出して、サルファクナ効果、こいつ墓地に送ってこいつ自体を出します。で、こいつ出してここ割ります。で、サルファクナ効果でよいしょ、星3のシンクロ、こいつ出します。リオン取ってきます。で、スモーガーの効果使ってここ割りますね。で、ここ割って星3にします。で、333ってこういう風に並べることができるよ。めっちゃ簡単に並ぶよね、333って。で、こいつグリオンガンドっていうのがチューナー2体とモンスター1体でシンクロできるんですよ。で、こいつ出します、グリオンガンド。で、グリオンガンドはシンクロ召喚に成功した時に相手のフィールドのもしくは墓地、ここね、墓地を3枚まで選んで除外できます。これめっちゃ強いです。これ除外するじゃないですか。で、この後にスモーガー出して、センタス3000は、これで
4000ポイントですよ。対戦ありがとうございました。ちなみにこいつ破壊されたら除外ゾーンにあるモンスター1体を、特殊召喚できます。だこれで相手の除外したモンスターでもいいし自分の、1人とかでもいいっていう感じです。おもろいでしょ。なかなかわちゃわちゃできますよ。めっちゃおもろい。はい、でやっていきましょう。ダークチューニング、これスキル知らないんだよな。てかさ、知らないスキルさ、こことかでさ、なんか調べれるようにしといてほしくない？この上とかでダークチューニング100とはみたいな感じで調べたいわ。なんで調べさせてくんないんだろう。そこちょっとあれよね。いや、こいつがこれが何で効かもわからん。まあでもとりあえずリサイクラー出して、リサイクラー効果で機械族を落ちくるんやけど、ここでサルファフナ落として、でサルファフナ効果でよいしょ、まあ何でもいいけどとりあえずこいつかな。うん、こいつ落とします。でここ自体を割ります。でサルファフナ効果でスモーガー出します。でスモーガーの効果で表側1枚破壊してチューナー取ってきます。これで破壊するのはこいつでシトリーです。でシトリー出します。シトリー普通にポンって殴ってみてもよかったけどな、一回とりあえずね、一回殴るっていうのも大事やからね。でよいしょ。さあレッドアイズインサイト、わあレッドアイズか、レッドアイズか、めんどくさいな。レッドアイズはなかなかダブサイ、まあ致し方ないね。これはこれはしょうがない、これはしょうがねえわ。でサーチ入る、まあうまいよねこれで。ダブルサイクロンでとか、あーそいつってことは融合あんのか。あー強いねこれは、これ普通に強いな。じゃあレッスラーか。でシトリーが相手のメインフェーズ、自分のあれで、ごめん、相手のメインフェーズか相手のバトルフェーズでシンクロできるんですよ。墓地のモンスター釣り上げてきて、それ強いよねこいつ。めっちゃ1枚、これがあれか、あの蘇生のやつか多分。浅い、はい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 、あでもね浅いはここ抜けないから大丈夫よ。でシトリー効果リサイクラー釣り上げのこいつ、こうやってでアメンボ出します。でアメンボ守備1号だからアサイラントに潰されちゃうから、ここはこうします。でアメンボ特殊召喚した時に相手、特殊召喚したモンスターを守備表示にします。まあここ潰されるけどこれはしょうがないですね。まあまあまあ OKOK、これやったらよいしょ。まずサルファフナー出しましょう。サルファフナー出してよいしょ。でこいつ切ってでサルファフナー出すじゃないですか。でここから面白いっすよ。まずこいつ出します。でこいつ自身を破壊して星3チューナー取ってきます。でこいつやね、こいつ取ってきます。でさっき墓地に送ったこいつローズニクス、こいつを除外してトークン出します。でスモーガーの効果で表側1枚破壊、これ破壊してでこいつ、リオン出します。で333ができましたね。サイコウィールダーとか別にいらんのよな。でグリオンガンドをここでシンクロ作って縦出しましょうか。でグリオンガンド効果でこいつと、あとはこいつこいつ、まあ、これどうせ蘇生されちゃうからやったらここ指定する意味ないから、こいつとあとこいつもめんどくさいね。こんだけ除外しましょう。じゃあここ使ってくるから、どうせチェーンされるからね。やったらどうせこいつ蘇生させれんやったらチェーン2でこいつ蘇生するから逃げるから、それ以外のやつを除外した方が強くねっていう、こうね。で墓地がガラガラで、これ出してもいいけど1000しかライフ取れんな。でも1000って結構大事か、ここの1000大事やな。よしこいつ出して、まずここ殴りで
1000取って、でライフ2200でしょ。だから異次元の戦士とかやったら異次元の戦士に対してこうパーンって殴ったらいいし、まあ異次元の戦士じゃなくても、いやートップ強くね、インサイトかトップ強えな。あ、ここ落としか。まあ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 、それやったら、え、でもこいつ落としやったら戦士もういないからつけるやつなくない？多分ないよな。こいつで、あ、違うか、ここフュージョンで落とせんのか。あ、まあしゃあないか、それは。しゃあないね。やったら浅い落ちる、スモーが潰されますね。スモーが潰される。まあ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 、なかなか面白いデュエルになってきましたね。ドロー、あ、セーブ強い。やったら、じゃあですね、まずスモーが普通に出しましょう。スモーが出して、でよいしょ、サイバー流使ってこいつ出して、スモーが効果ここ割りで、ここ割って、で一人出しましょう。一人ちゃん出して、でよし、星5シンクロで、こことここで星5シンクロ作ります。でアメンボ出して、よし、でこいつの効果でここ守備にしてもいいんやが、守備にするより、多分こうして守備にしてもよかったかもな、ちょっとあんま考えてなかったわ。まあいいわ。でこここのままパンチ殴りで、こいつ蘇生でしょ。まあ別にいいよそれは。ここ殴って、で相打ちでいいでしょ。ここは相打ち見ます。で相打ち取って、グリオンガンド効果で、ここでレッスラでもいいんだよね。レッスラ取ってこよっか。よし、こうやってレッスラ、相手のレッスラとかも蘇生できるんですよ、除外してるやつで。まあこいつ出てくるけど全然 OK で、こうします。面白い感じで締めたいな、どうせやったら。どうせやったら面白い感じで締めたいよね。やったら、例えばここ殴りましょうか。セーブ使わずにこうしてアメンボ破壊のこいつ出し、でこいつ盾出して、でここ殴って、まあ除外はされちゃうんやけど全然 OK で、スラッシュドラゴンで対戦。ありがとうございました。いかがでしょうか、この展開力面白くないですか。さあ、イシズ・イシュタール、よろしくお願いいたします。ちょっとリサイクルは多いな、まあ、とりあえずここはこいつ落として、でこいつ効果で、よいしょ、こいつ切って、でこいつ蘇生のここ破壊しましょう。でここで、これ出しちゃうと星さんいなくなりすぎるから、あえてここはローズニクスにしときましょう。でローズニクス効果でここ破壊で一人出しましょう。よし、で例えばよ、例えばだけど、一応ここ、こいつにもなれるんやけど、なる意味ねえ。なんで例え出したし、意味ないんだったらなんで例え出したしって感じよ。さあ、ボスやと思うから、これはまあなかなかきついんよ。ボス相手には割ときついんよ。お見せしましょう。モンスは？スナスと、まあしゃあないね、これは。ボショられたとしても、まあここさえ耐えしのげばなんだよね、ぶっちゃけ。まあ、耐えしのぐの結構むずいと思うんやけど、まあ、墓所されてここ潰されたらきついよ。でもコス、ここ潰されてコスモとか来たらやばいけど、そうじゃなかったら全然大丈夫。しかも霊流切りでしょ。5歩あったらやばいな、普通に切れそうになるな。あ、そうなる。やったらそれはラッキー。じゃあリサイクラー効果使って、よいしょ、こいつ出して、でこうやって
アメも出して逃げることできます。でここ25、もしかしたら5歩あるかもしれんからここ縦でいっか。横へ出すメリットあんまないかなと思った。だどうせあのコスモとかにやられたとしてもライフどんぐらいや、600くらいしか削れないでしょ。やったらもうここ縦へ出していいでしょ。こいつ縦へ出したから死ぬとかないし、だから墓所使ってくれないんやったらラッキーやで。でそこは潰されたらこれ墓地のこう蘇生できるんですよ。これサルファフナー出したらめっちゃあれじゃない、サルファフナー出したら耐久性めっちゃ高そう。ここは逆に1号でいい。これあの合法霊流で潰されるからここでいいと思う。これで狡猾っぽくね、狡猾っぽいな。あれドロー、あやった。じゃあまず小伝い打ってここ潰します。で狡猾される。あー全然 OK、 これは OK ですよ。勝ったね。でサルファフナー使ってこいつ出しの、こいつ出すじゃないですか。でこいつローズニクス効果でトークン出して、いやローズニクスやっぱ結構いい働きするんだよな。でスモーガー効果でここ割って、トークンも強いんだよね。でこうするじゃないですか。でここでグリオンガンド出します。ここここここでグリオンガンド出して盾出して、でグリオンガンドがシンクロ召喚成功時に相手の墓地とフィールドのカード、まあモンスターか3枚まで除外します。こうやってよいしょ除外して、で召喚剣は使っちゃってるんだけどサイバー流奥義使うとこいつ盾出せるよ。めっちゃ強くない。で殴ってボールなしっていう、これでワンキル届いちゃうっていうね、っていうところだから。でさっきのあれトークンがなかったとしてもサイバードラゴン割るみたいな感じができるから、やっぱねあのサイバー流めっちゃ相性いいと思うよっていうのが、僕の考えた最強デッキサイバー流クリストロンのご紹介でした。まあぶっちゃけ墓所きついわ。墓所がなかったら強い、でも墓所があったら弱い、そんな感じかなと思います。で、その墓所を耐え忍ぶために生物さん狡猾にを入れてるっていう風な状況です。では、今回の動画以上になります。よければチャンネル登録高評価ぜひともお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。